マイナビオールスターゲーム2024ファン投票結果の中間発表が行われる。現在の投票結果一覧。村松くんまた差を縮めてる。ファン投票はもしかしたら厳しいかもやけど、監督推薦とか選手間で選ばれてほしい。でもこの差ならまだいけそう。明日規定のって首位打者ブーストで抜けそう。門脇は意外とこんな感じなのか。昨年の脚光ぶりからだと絶大なる人気あるかと思ってた。今年は結構エラーしてなかったっけ。壁にぶつかってる感じするな。じゃあ阿部監督も少し見切り発車だったかもね。番号一桁、スタメン、打順固定、声優劇種、将来のキャプテンみたいな雰囲気だったから。長岡に負けるならともかく今年の木浪に分かってほしいな。南角アップ票が弱いなライデルがぶっちぎってるけど、時点の抑えは栗林かと思ってた。セリーグ遊撃部門がめちゃくちゃ接戦やん。全然差が広がらない。明日規定到達して首位打者になれば追い抜く可能性も普通にあるな。村松明日は猛打賞しよう。正直中日ファンの力だけで追い抜くとかは難しい。村松の場合はリーディングヒッターに名前出ることで他10球団のファンの不動票が増えるのを期待するしかない。なんか阪神の木浪シレッド差を縮めてきてるな。長岡は村松と争ってのは全然わかるけど、打率220の木浪が小園とか抑えて3位なのは納得いかんわ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。